さあそして試合再開となります。第2クォーターは攻守方向入れ替えを庭にして愛媛大学が画面向かって左から右で攻める格好になります。ボールオンは自陣18ヤードから愛媛大学ファースター。まずはランニング枠に対しました。トスを受けましたランニング枠21番右オープンを展開しまして約4ヤードのゲインを果たしています。ランニング枠21番は川崎廿日市高校出身の3回生。しかしここでイエローフラッグが発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型をしてオフェンスを展開してしまいました。先ほどのプレー無効となります。5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。オフェンスの制限がバックス陣が11人中4人までと決まっています。従いまして引き算しまして最前列は7人、この最前列の人数が7人おらずバックスが5人となったら反則となります。愛媛大学ファーストダウン15、ここでクォーターバック4番ボールをファンブルしましてプレーが終わりました。自ら抑えましたが結果的に約4ヤードロスという形になります。愛媛大学自陣8ヤードからセカンドダウン19、クォーターバック4番パスを投じましたがそのパスを取ったのは山口大学71番そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチだ。山口大学6点獲得。素晴らしいインターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは山口大学71番の小川、長崎南高校出身の4回生チームキャプテンです。キック成功1点追加、山口大学24点、愛媛大学0点となりました。コメントメッセージありがとうございます。山口さんは確かに山口大学第1クォーター素晴らしい展開でしたがその勢いが第2クォーターにも続いている、先ほどはインターセプトリターンダッシュダウンでした。コーネルの出し様も、青芝となりますがこちらは、正確に言いますと国内の、インフィールドホッケーのフィールドです。そのためにホッケーの基準で言いますと青い人工芝になるためこのフィールドは青い人工芝が控えております。コフィー様ナイスインセプトタッチダウン、確かに素晴らしい判断のインターセプトリターンタッチダウンでした。このピック6しかしまだ序盤の段階です。第2クォーターの状態でこの状況が果たしてどのように変わるでしょうか。山口大学のキックオフで試合再開となります。愛媛大リターンに入ります。リターナーは21番、左オープンを駆け上がり愛媛大学陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。さあ愛媛大学自陣30ヤードからファーストダウン10の攻撃に入ります。
ここでホイッスル。チームタイムアウト。愛媛大学。愛媛大、ここで前半2回目のタイムアウトを入れます。さあ試合再開となります。愛媛大学自陣30ヤードからファーストアウト。中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。イエローフラッグが出ています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を掴んではいけません。10ヤード抜体となります。愛媛大学自陣20ヤードの位置からのファーストダウン20で試合再開です。枠21番トスを受けて右オープンの展開を図りましたが、これは山口大学がディフェンス対応しまして約1ヤード逆にロスという形になります。愛媛大学自陣19ヤードからセカンドダウン21。ミドルゾーンに入ったワイドレシーバー14番にパスを通しまして大きく前進通しています。通しましたクォーターバック4番は本間牧野高校出身の4年生。取りましたワイドレシーバー21番は14番の脇本、宇和島東高校出身の3年生。愛媛大学サーダウン7、ボールオンは自陣34ヤード。愛媛大学ファースト、ゴール圏更新距離21ヤードの厳しい状況を見事突破しました。これにより愛媛大学ハーフウェイに進みましてのファーストアウト。トスをしての右オープンへのスイープ。キャリア1番スピードでまくろうとしましたが、しかしゲインは
それでも6ヤードゲインしています。失礼しました、6ヤードのゲイン。キャリア1番は川上、岡山城東高校出身の1回生です。愛媛大学セカンダウン4、ボールオンは相手陣44ヤード。さあ今度は中央突破を図ります。何バック22番ハンドオフを託され、中央突破しようとしましたが、原因は約2ヤードにとどまっています。キャリア22番は村井、永田高校出身の4回生。愛媛大学相手陣41ヤードからサードダウン残り1ヤード。パス不成功。クォーターバック4番、ここでワイドレシーバー88番にパスを投じましたが、このパスはカバーされパス不成功に終わりました。フォースダウンと変わります。愛媛大学フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを選択します。失敗となりました。ここでクォーターバック4番がそのブロッカーの位置に入りパスを投じましたが、しかしこのプレー失敗、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。愛媛大ここで一気にスペシャルプレーでこの状況を打開を図りましたが、しかしこれは実りませんでした。攻撃権変わりまして、山口大学自陣42ヤードからファーストダウン点です。ビッグゲームファーストダウン。何枠99番オプションプレーのトスを受け、右オープンを疾走、大きく前進して攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生していました。プレーの最中に相手選手をつかむホールディングを山口大学犯しておりました。10ヤードのバッタリです。反則発生地点からの10ヤードバッタリという形になります。山口大学自陣40ヤードからファーストダウン12。さあ今度は中央突破を図ります。ハンドオフで中央突破をさせまして、何バック99番約4ヤードゲインとしています。地上戦任されておりますのは山口大学99番のウコン、山口大学出身の1年生です。山口大学自陣44ヤードからセカンドダウン8。パス成功。クォーターバック4番、ワイドレシーバー3番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー3番はミキ、新宮高校出身の4回生。クォーターバック4番の中田、パスが好調です。京都高校出身の3回生です。
山口大学サーダウン5ボールオンは自陣47ヤード。パス成功、しかしイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手にエリアに侵入しました。しかし先ほどの反則、この反則は取りません。プレーによるゲインが大きいため山口大学ファーストダウンとしました。山口大学ファーストダウン、あえてオフサイドを判断した上でのパスプレーを成功させました。非常に高度なプレーでした。山口大学相手陣33ヤードからファーストダウンって、99番の左オープンへのランプレーを愛媛大24番が見事に対応しまして、このランプレーを1ヤードロスいたしました。愛媛大学24番は藤島プレー、三田高校出身の4回生です。山口大学相手陣34ヤードからセカンドダウン11。パスだ、クォーターバック4番ワイドレシーバー7番にパスを通しまして、一気に攻撃権更新としました。山口大学ファスター、クォーターバック4番は中田、ワイドレシーバー、ワイドレシーバー7番は桑野。ファーストダウン残り10ヤードです。山口大学相手陣18ヤードの地点に入りまして、ファーストダウンって、中央へのランプレー、ハンドオフを受けてランニー枠99番右オフガード付近を突き、約7ヤードのゲインとしています。99番はウコン、山口大学相手陣11ヤードからセカンドダウン3。さあ再び中央のランプレー、山口大学ファースター、何枠99番ハンドオフ託され中央突破、オフェンスラインを引きずれそのまま攻撃権更新としました。山口大学ファースター、山口大学ファースター、山口大学相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴー。ワイドレシーバー7番にパスを通し、そこからキャッチアンドラン、約3ヤード、失礼4ヤードのゲインとしています。山口大学相手陣3ヤードでセカンドダウン2ゴール。
ここでランニング枠99番にトスしまして左オープンへのランプレー、99番左サイドライン際駆け上がり、そのままエンドゾーンに入ってタッチャー、山口大学6点獲得。キック成功、1点追加、山口大学31点、愛媛大学0点。皆様、コメントメッセージありがとうございます。島谷様、フォースダウンギャンブルを失敗した点は確かに大きかったと思います。序盤の状況、現時点では山口大学がその勢いを保ったままという状況になっています。山口様おっしゃる通り、愛媛大学はここでなんとか流れを止めるワンプレーを持っていきたいというところでしょう。さあ、その山口大学キックオフによりこの試合再び再開という形になります。さあ、愛媛大板谷に入ります。果敢にも中央突破を図りまして押し戻されつつも、しかし自陣25ヤードの地点を確保しました。愛媛大学自陣25ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は34秒です。パス成功、クォーターバック4番プレーアクションからワイドレシーバー14番にパスを通し攻撃権更新としました。チームタイムアウト、愛媛大学。ここで愛媛大学前半最後のタイムアウトを使います。先ほどのパスを投じましたクォーターバック4番は本間、牧野高校出身の4回生、取りましたワイドレシーバー14番は脇本、宇和島東高校出身の3年生です。さあ、最後のタイムアウト、前半最後のタイムアウトを解きまして前半残り時間29秒、愛媛大学自陣38ヤードでファーストダウン10の状況で試合再開です。さあ、ランニング枠1番に突出して右オープンへのランプレー、外へ出ましたので、ここで一旦時計は止まります。獲得距離2ヤード、キャリア1番は川上、岡山城東高校出身の1年生です。愛媛大学自陣40ヤードからセカンドダウン8、ここでホイッスル、ここで山口大学が前半2回目のタイムアウトを取ります。コフィー様、グッドのメッセージありがとうございます。素晴らしい攻撃を山口大学は行っていますね。
馬淵様も冷静な解析ありがとうございます。確かにブロック力において山口大学がレシーバー陣も含めて非常に確実なブロックをすることによりビッグウェインが生まれています。さあ試合再開となります。愛媛大学自陣40ヤードからセカンドダウン8。さあパス成功です。クォーターバック4番プレイアクションから14番にパスを通しました。さあ素早くセットし時計をできる限り止めようという展開。まだチェーンがセットされていないため試合スタートにはなっておりません。残り10ヤードです。さあ時計が回ります。そしてスパイパスを叩きつけでパス失敗として時計を止めます。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。ボールを持った選手が外で出るかあるいはパス失敗の時には時計が止まります。先ほどのプレーわざとパスを叩きつけパス失敗として時計を止めました。試合時間は前半残り時間9秒です。愛媛大学セカンドダウンタイム試合時間残り9秒ボールオンは自陣相手陣44ヤード。パス不正功しかしこれイエローフラッグ反則が発生しています。パスインターフェア山口でディフェンスの反則です。パスインターフェア15ヤードのペナルティで愛媛大学のオートマチックパーサン前半終了の0秒になっていますがアンタイムのダウンを行います。前パスが浮いている間は双方とも接触して妨害してはいけません。この反則を山口大が犯しました。これにより15ヤードのバッタイそしてオートマチックファースター愛媛大学はファーストダウンとなります。試合時間残り0秒ですがもうワンプレーだけここで行われます。さあしかしこのパスは不成功で終わりました。このラストワンプレーでタッチダウンを狙うエンドゾーンへのパスを投じましたが前半終了です。ここで前半終了です。前半終了となりまして愛媛大学0点山口大学31点という状況で前半終了になりました。ここで一旦両チームハーフタイムに入ります。このハーフタイムの時間でお互い前半の状況を確認し新たな策を講じることができるでしょうか。状況は31対0ですがまだ予断許さぬ決勝戦となっています。ダメだって。